はい、こんばんは。今日は大阪府大阪市にございますメトログラッチェ重装店さんにやってきております。独り占めのお時間です。早速本日実践させていただく機会をご紹介したいと思います。こちらになります。いよいよ10月20日からこちらメトログラッチェ重装店さんでは稼働開始となりますスーパービンゴネオ、こちらの台を今日は実践させていただきたいと思います。それでは早速実践の方に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速実践の方に参りたいと思います。スーパービンゴネオです。ちょっとこれ1ゲーム目いきなり演出が入った感じですかね。ゴロ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 って、通常はこうやって静かな感じなんですよね。でこの台はですね、ボーナスは1歳の AT 機になるんですけど、今ビンゴ図柄が早速揃ってますね。これがチャンスリプレイになりますね。でこのビンゴ図柄が揃った時はセグが出てきてセグが動き出します。このセグの役割はセグがこう転廃するとチャンスゾーン突入のチャンスとなります。液晶上の数字は揃うと AT 当選になります。あ、いきなりここビンゴ揃いから、転廃しましたね。さあ今ビンゴ図柄が揃ってセグで転廃が発生したので、今ザ・セグと出てますけど、これが3つ揃えばチャンスゾーン突入となります。チャンスゾーンはもちろん AT 当選、 AT 突入のチャンスゾーンということになりますけど、 AT の突入契機としてはですね、チャンスゾーン、それから周期抽選の2つになります。大きく分けて、なので通常時このビンゴ図柄揃い、チャンスリプレイ揃いですね、結構重要な役割を持っているということですね。さあここはステージチェンジですね。天空ステージに来ました。通常時こうやってステージ移行するんですけれども、天空ステージはですね、周期抽選時の AT 当選期待度にかなり期待ができるステージになります。3つのステージの中でも一番上のステージになりますので、ここは AT 初当たりのチャンスということになります。キャラクターが出てきました。さあここもリーチです。リーチが続いてます。これで4ゲーム連続のリーチですね。55ゲーム AT 当選です。さあここは周期抽選での当たりということになります。それでは早速 AT ビンゴチャンスに参ります。当たりですね、ビンゴチャンス。まずは準備状態からスタートします。準備中ですね。で突入時は赤7を揃えてスタートとなります。これですね、一応ですねダブル7を揃えた方が、ダブル7を狙って揃えばなんかいろんなというか何かしらの得点があるということなので、ここは一応狙いましたけどシングル揃い。で AT はですね、基本的には33ゲームで、今この確定するまでの間があったんですけど、そこで33でファンファンっていったら111、222、333といった感じで3桁の111ゲーム以上のゲーム数確定するんですね。これがビンゴの面白いところですね。さあそれでは33ゲームのビンゴチャンスいきたいと思います。継続率管理になりますので、 AT 自体ループ性があります。33ゲーム。で、ファンファンが発生したら111ゲーム以上の AT となります。さあ、33ゲームですけど、消化中はですね、
またいろいろな演出があります。そして上乗せがあります。さあ今テンパイしてますね、消火中。さあ、3ゲーム連続のリーチです。あ、揃った。1セット目残り15ゲームというところ、ここ今得点額は引いてなかったと思いますけど図柄揃いなりましたので、ここは上乗せです。AT 中央からやって赤7を敵投手でも揃うんですけど、狙えばダブルで揃う可能性もあると。残り15ゲームで再びここ7揃いましたので、33ゲームオは111ゲーム以上の上乗せになります。33ゲームですね。まあこれが上乗せの一つの演出ですね。で残りが47ゲームとなりました。こういった感じで33ゲームを一くくりとして上乗せが行われていきます。これで AT ゲーム数は残り8ゲームになってます。1セット目。そしてですね、残り7ゲームからはカウントダウンが始まります。これで残り7ゲームですね。これです、カウントダウン7というですね、カウントダウンが始まるんですけど、この7ゲーム間で継続か否かの告知が発生します。継続の場合は今 BGM が流れてますけど、BGM が止まるか、あるいはいきなり7が揃うかで継続達成になります。BGM 止まらず、7も揃わず終了になります。このカウントダウン7の間に継続させれるかどうか、継続演出が出るかどうかですね。終了です。180枚でした。継続なりませんでしたけれども、基本的には33ゲームスタートの AT がああやって消化後にカウントダウン7で継続か否かの告知が行われて続いていくというゲーム性ですね。さあそれでは今回もキキスロやらせていただきたいと思います。今回はどの機種を行きましょうか。はい、というわけで今回のキキスロは以上です。お分かりいただけましたでしょうか。正解はこちらになります。さあ何度かご紹介してますけれども、こちらメトログラッチェ重装店さんはスロットコーナー5円スロット10円スロットということで定価専門店になってます。その10円スロットの中で最新台のスーパービンゴネオが打てるというのは非常に嬉しいですよね。さあというわけでメトログラッチェ重装店さんの1階フロアに来ました。2階がスロットフロアで1階がパチンコフロアになってます。その中でパチンココーナーにもですね、ご覧の通り最新台が続々と導入されます。こちらがですね、2円パチンコ1円パチンコともに同時に導入されます。それではスロットコーナーに戻ります。ここでテンパイが連続してきてます。4ゲーム目ロングリーチに期待しましょう。結構ビンゴ図柄ドロイから発展増えてきましたね。さあ2ライン目、よいしょ。
リールも動いてますね。さあ3ライン目まで行きました。たぶん447ゲームじゃなかった、すいません、86ゲームです、すいませんでした。周期抽選での当たりですね、ここは。86ゲーム、これが5回目の AT 当選になります。いきます。もう何が見たいって、継続が見たいです、それだけです。ファーファーを聞かせてください。33ゲームです。いや、結構早いゲーム数で当たってくれたので、ちょっとホッとしてます。ただもう5回目の当たりですからね、そろそろ1回ぐらい継続を見ないといけません。さあ、カウントダウン7に突入します。今度こそ継続となるでしょうか。継続させれないですね。5回目の AT は1セット85枚ですけど、ちょっと気になるのがこの終了画面ですね。これまでありませんでした。何でしょう、もしかしたらこのレバウンで復活とかっていうパターンもあるのではと期待してますけど、いきます。よっしゃー、復活です。これが復活パターンですね。2セット目突入となります。いや、やはり背景がなんか違うなと思ってました。2セット目もですね、7揃いからスタートとなりますので、それまで準備中になります。やっとこれでセット数が継続しましたね。それでは2セット目参ります。33ゲームのスタートです。ファーファーが今日1回でも見れたらすごくいいなって思ってるんですけど、まあ見れない可能性も高いだろうなとは思ってます。見れたらいいですけどね。ファーファーが発生した時点で大量上乗せを獲得するわけですから、それはそう簡単には見れるはずもないですよね。ドキドキゾーンのチャンスですね。ただここで残り7ゲームとなりました。再びカウントダウン7に突入です。これです。シーンってなったでしょ。これが継続確定パターンですね。もうここで7が揃います。こうやってカウントダウン7中に BGM が消えれば継続確定となります。3セット目突入です。いやー、やっと見れましたね。よかったです。33ゲームです。ただ33ゲームでもこうやって継続していけば結構な枚数になります。順調高いですから、何もかもを今日見てしまうと本当に営業中のホールの中の実践で聞けないような気もするので、もう今日は継続演出が見れてこれでいいなって自分の中では思ってます。
ます。ここは BGM は消えません。6セット目が終了になります。またね。558枚という獲得でした。終了ですね。今の AT 中上乗せとあるいは上乗せはなかったんですけど、まあそれでも33ゲームの継続で500枚以上の獲得は十分可能であるということですね。はい、というわけで6回目の AT が終了しました。ちょっとですね、まだ見れてない演出もたくさんあるんですけれども、今日見れなかった分はホールでのお楽しみということで、今日はこれで実戦の方終了したいと思います。ありがとうございました。はい、というわけで今日はこちら大阪府大阪市にございますメトログラッチェ重装店さんから独り占めお送りさせていただきました。まあ、さらにこの後も11月12月と積極的に新台の方を入れていかれると思いますけれども、特に12月はですねメトログラッチェ重装店さん誕生の月にも当たりますので、まあ、それに向けてどんな取り組みをされるのか、どんな機械を導入されていくのか楽しみですね。また12月私もこちらメトログラッチェ重装店さんお邪魔する予定になってますので、また生まれ変わったメトログラッチェさんが見れたらなと思います。それでは本日の独り占めは以上です。ありがとうございました。